え皆さんこんにちは、えー、コスモダーツプレイヤーの藤井大輔です、えー、今日は僕のダーツのセッティングについてご紹介させていただきますので、えー、よろしくお願いします、えー、まずは、えー、使っているチップから僕が使っているのはフィットポイントプラスの今は赤色を使ってます、まあ、前まで白いの使ってたんですけど この赤使ってる人あ,のあんまり見かけたことないんで今はあえて赤いタイプ使ってます、えー、次に、えー、バレルのをご紹介させていただきますえー、とコスモから、えー、僕のモデルで出ているバレルは、えー、コードメタルのインナイテッドレーベルでデュエルっていうダーツが出てるんですけど、まあ、それを出したのがもう結構前の時期になるんで今は プロトタイプの違うデュエルとはちょっと違うダーツ使ってますこんな感じですね次にシャフトの紹介しますシャフトは、えー、フィットシャフト、えっと、カーボンのスリムスピン5番パールホワイト使ってます回るタイプですねスピンの白いの使ってます 次にフライトの紹介させていただきます。えフライ僕が使っているフライトはこんな感じになります。ビットフライトの藤井大輔モデルですね。えっと、形状は、えっと、シェイプ、ノーマルシェイプ、ノーマルえっと、今使っているのは硬い方ですね。ちょっと硬い方、エアじゃない。ノーマルのシェイプを使っています、えっと。エアタイプもシェイプであるので、 え皆さんもしよければ使ってみてください3色のかわいい感じになってますえっと次は <coughs> 今使っているダーツケースの紹介させてもらいます今使っているケースは、えっと、コスモから発売されているケース X ですと僕は真っ白いタイプ使ってるんですけどここにこれ僕の使ってるやつはコスモダーツっていうプリントされてるんですけど このプリントもこれからあのオリジナルとかでできるようにしていこうと思っているので皆さんご検討よろししくお願いしますあとあすいませんこれですねこれこのキーホルダーつけれるようなとこがケース X ホルダーっていって、まあ、ちょっと前に発売されたんですけどこれをつけることによってこう後ろ腰にかけたりとか、まあ、横にフライトとかの付属品つけれたりするんで。 もしししよよかったらご購入よろしくお願いします、えっと、最近はコロナウイルスの関係で、えー、皆さん自粛生活が続いてると思うんですけど、えー、この自粛生活をネガティブに捉えるんではなく、えー、ちょっと余った時間とかいろいろ時間が出てくると思うのでそういう時間を使って、えー、何か今しかできないようなことを 皆さんやっていて欲しいいいしなと思います。まあ、僕も時間が前よりはちょっとできているのでいろいろと新しいことにチャレンジしている途中です、えー、今日は、えー、っと僕のセッティング紹介の動画でした皆さんありがとうございました